やったろおー男歩けば月目に当たる、そわそわするなよ、ここらが東京。構えて掴めばいいのさ、運が向こうで待っている。待っていなけりゃ明日があるさ、どうせ一緒。とって楽生きにゃ。どこへ行ったんやと聞いとるんじゃ。怒ってなるの言えません。何？ごめんくださいませ。あら、僕も帰りで、あの、こんな小事ご不自由でございましょうからね、あの、せめてお食事だけでもと思いましてね。あ、別に部屋作らせましたんですけど、さ、どうぞ。それどこやないわい、ハンさん。あ、さあさあ、どうぞ、ご案内いたしますから、どうぞ。え、人ない。あの、しかし、あの、お食事は飯ならここへ運べ。私も食べとありません。何をしとるの？ええ、さあ、失礼しました。どうも失礼いたしました。おかみさん、これはますます怪しいですね。動かないね。いっそのことね。警察に届けちゃいましょうか。バカだね。あのキックの中にはね、裏チューブが入ってんだよ。だ、警察に調べられたりしたらこっちが当然なんてやられちまうやんと。とするとですね、中へ入って金庫を開けて中身を調べるのが一番ですよね。それくらい分かってるよ。でもね、もしあの男が金取ったんだとしたら、と私たちが金庫調べたりしたら怪しんでるって気づかれちまうじゃないの。それでも金庫の中へ金が戻りゃいいよ。でも二人のうちどっちが金持って逃げちゃったらどうすんだよ。それもそうですね、逃げちゃって金隠しちゃったらそれっきりですもんね。困ったね。なんかいい方法はないかね。まあ、とにかくね、奴、が金を取ったということをはっきりすればいいわけなんですよ。うん、ね、あ、そうだ、おかみさん。裏のあの吉宮のご隠居ね、あれ、警察を定年退職したんでしょ。うん、そうだよ。あのおっさんに聞いてみたらどうでしょうね。そうだね。なんかいい思案があるかもしれない。じゃあね、私が客を見張ってるから、あんたご隠居呼んできておくれね。なと言うとるんじゃ。そうですか。そうですか。お前腹減ってんのか。ハンさん、集金がうまいこといかんかったんでしょう。え？ハンさん見てたらうまくいかんかったことがようわかります。そうでしょ。それで面白はないんでしょ。何言うとる。集金ならちゃんと取ってきた。アンさん、本当のこと言うてください。取った言うたら取ってきたんじゃ。見てみ。それだけじゃないんでしょ。何？取ったならもっとあるはずです。
どうもわざわざお運び願いまして、すいません。あ、おかみさん、今番頭さんから聞いたんだがね、間違いねえだろ。それはね、やっぱりやってますよ。私はこの耳ではっきり聞いたんですけどね、あの二人ね、いくら取ったって揉めてましたよ。じゃあすぐ警察呼びな。ちょっと小池さん、あのそれがね、おもちゃ絶対にはしたくないんですよ。どうしてだよ。まあね、こちらもその部屋では商売信用ってこともありますしね、仮にもお客を泥棒で突き出すわけにもいかないでしょう。まあ私はね、とにかくお金が返りさえすればそれでいいんですから。そう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 、そうなんですよ。ですからね、小池さん、こうなんとかうまいことできませんかね。それはまあやらないことはないわね。どうして私に隠すんです？してんのはお前の方やないか。ほな私が言うたら本当のこと言うてくださいますね。ああ言うたるわい。ほな言います。清子さんに会うたんです。何？お前川崎行ってたと。清子さん川崎の工場で働いてなさるんで会いに行ったんです。そしたら工場が済むまで待っててくれと言われて、それで遅うなったんです。そんならそうと、なんで早いわ。怒ってなさるからです。怒ってたとしてもや。しかしお前、教官が川崎の工場にいてるってなんで知っとる？手紙が来たんです。お前それも言わんかったな。おい、私宛に来た手紙ですから。それとマンさん、清子さんの手紙は気になるんですか？なんで気になる？わしがそれ知ってたらや、お前が川崎行った言うたら、ああ会いに行ったなって分かるやろ。んなもお前、女房がどこ行ったかも分からんって、そんな不細工な恥かかすような真似すなっちゅうねん。これはほうでした。これは私が悪かったと思います。お前が謝るなら何も言わん。で京さん何聞いた？何って、何か聞かんならんことでもあるんですか？ないけどや。お前が帰ってきてな、わしに突っかかってきたらや、あこれ何か聞いたなって分かるやないか。お前そんなに気にするんでしたら聞いたらよかったですな。いい加減にそらすよお前。どこ行くんですか？帰った飯や。ごめんください。あ、何よ。あの実はもう一方お客様をぜひ相部屋でお願いしたいと存じまして。おい番頭。はい。わしらな帳場におるんやぞ。えへえ、さようで。さよう出て、お前これにまだ客入れるっちゅうか。あかんあかん、他の部屋入れよ。ところがでございますね、どうしてもこの帳場の方がいいとおっしゃるお客様なんでございまして。なんやと？こちらでございます。お邪魔しますよ。こちらお聞きいたしますね。うん、おい、えちょっとだ。はい。女がいるんやぞ。へえへえって、お前これに他の男入れるっちゅうか。この年じゃ私はもう男じゃありませんよ。おい番頭、さっき言ってたな、長屋の飯食う部屋ってどこや？あ、すいません、あいにくあそこの部屋もね、お客が入っていっぱいになっちゃったんですよ。おい、そんならわしらの飯どないなんね。お食事、あ、ただがもったいないです。もう気が利きませんでしょ。失礼いたしました。どこ行くんですか？それそのさ、どけよ。どいてくれよ。怒って風呂入るとのぼせて体に悪いよ。ほっといてくれんな。もう何をそんなに怒ってんだ。すみませんです。謝ることない。くそ腹の立つ旅館やな、こんな部屋入れ腐って、おまけに相部屋やって。相部屋だっていいもんだよ。袖すり合いも多少の縁と言ってね、こちとらこの年になるまで宿はいつだって相部屋だ。おかげで近頃は相手を一目見りゃどんな人間だかすぐ分かる。キョロキョロと落ち着きにないのは大抵犯罪者に多くてね。何やと。心にやましいことがあるやつはすぐに腹を立てる。おい、何がやましい？あんさん、いや、マスクなければ怒らんでええんです。黙っとるよお前は。はい、もう一遍言ってみ。まあ男と女というものは大体女の方が正直でね、
どんな男だっていい女房がついてりゃ間違いねえよ。あれはどこの宿屋だったかな。そん時も相部屋でさ、同じ部屋にいた夫婦がね、男の方は手癖が悪くてすぐやりやがんだ。俺も財布を取られたし、宿屋の金庫の中もやられてな。それで警察へ知らせることになったら、それが知らぬ間に元へ帰ってるんだ。おかしいなと思ったら、女房の方がそーっと返してきやがんだ。そのうち男の方もやる気がなくなっちまって、とうとう盗みをやめたい。ああ、そうそう、分かった分かった。ほらな、もう相部屋しても構わへんさかい。その代わりな、あんたちょっと黙っててくれるか。おし行こう。お前財布ちゃんと持っとけや。このおっさんどうも泥棒泥棒言ってるさかいな。おかしいぞ。なんだと。ああ、こう言うたら東京いうとこはなんや、昔泥棒やってたおっさんが行さんいると聞いたな。おい、気ぃつけな、危ないぞ。おい、何？ああ、来い来い来いで。おい、あんたもあんな焼けっぱちな亭主持って大変だね。いつもはあんなことないんです。ここんとこ私が言うと急に怒りっぽになって。ああ、男ってもんは何か言われるとすぐ怒るもんだよ。だけど諦めちゃいけねえ。悪いことはすぐやめさせなきゃ。そうじゃねえと取り返しのつかねえことになるかもな。そういうことがあるんだよ。さて、俺も一つ浴びてくるか。出るんだよ。金庫に。うん。女の子に脈があるからな。きっと返すよ。お、金庫の鍵は。うん、おかみさんですよ。前もらってきて、それぞれ置いとくんだよ。それとなくて大丈夫ですかね。大丈夫だよ。今頃は男が取った金を調べてるよ。おい、早く行けよ。どうぞごゆっくり。すいませんです。お邪魔いたします。金庫。ああ、そうか。金庫の鍵、金庫の鍵と。お邪魔いたしました。ごゆっくりどうぞ。返してるよ。お客様の手は嬉しいんですがね。まあ心配するな。このわしだって何十年も警察に勤めてきたんだよ。人を見る目はある。あのかみさんはまともだよ。しかしね、女が金を返そうとしてるところ、男が知ったら怒るでしょうね。だろうな。だから野郎が風呂から出てきて揉めぬうちに俺は帰ってやるよ。あ、夜は風呂は開いてないんですよ。何？早かったですな。それなんか湧いてへん。前、そういえば朝しか沸かさないとか言うてました。おい、お前知ってたらなんで言うてくれんねん。おい、
願いです。もうやめましょう。何をや。揉め事です。アンさん、もうあと何日もおられるのでしょう。アンさんの腹立ちも分かりますけど、私もなんや情けのうなって、何のために来たんかと。私が黙って出てったり遅う帰ったりして部屋が取れんかったことも謝ります。親から機嫌直してください。明日私も一緒に集金に回ります。いや、お前いかんでもええけど、明日中に集金できんと困るのでしょ。一件しかできてんでは。おい、お前一件しかできてないってなんで知っとる。お前わしのカバンの中調べたな。おい、会長さん、しろ。お前なんで調べた。え、お前わしの言うことを信用できへんちゅうのか。心配やったからです。それは心配ちゅうんやない。それはな、出過ぎちゅうんや。おい、じゃあ出過ぎじゃないぞ。おいおっさん、あんたもまた人の夫婦の話に乗ってきて、ええ、出過ぎじゃ違うか。それは、いや、俺はそのためにここへ来たんだ。そのために。ああ、お前が何をしてるかこの俺が知らねえと思ってんのかい。おい、一体何をしたっちゅうんじゃ。それを口に出せば表沙汰になる。だから言わんが、お前はかみさんにだけは礼を言っとけ。よくできたかみさんだ。おい、しげ子、これ一体どういうこっちゃ。知りません。あの、何のことでしょうか。嬉しいじゃないか。亭主の前では知らぬ顔。え、こんなかみさんを持ってるから助かったって忘れるな。さあ、飯を食ったら部屋を払ってさっさと出て行け。出て行け。おい、おっさん、わしはな、あんたに出て行け言われる筋やないわい。そんなら、おかみさんに言わせよう。おい、おかみ。はい。おい、この連中どうするんだ。もう出てっていただきますよ。危なくてしょうがありません。危ない。そうですよ。まあこっちが帳場に止めたのも悪かったんですけどね。まさか手癖が悪いとはね。手癖。おかみさん、うちの人のこと泥棒みたいに言うんですか。みたいじゃなくてね、その通りなんでござんすよ。なんやと。おい、わしがいつ誰のものを盗んだ。え、証拠出してみ。証拠。証拠。証拠はもうなくなっちまったから強いもんだよね。なんやと。おい、よし、おしご、今日持ってきたもん全部出せよ。え、おい、よう見てくれや。え、これ前のカバンやで。これ。お、ご隠居さん。ん、これまだ返さなかったのか。どこへ返すんじゃ。この金庫の中にだ。なんで返さんなら。これわいは今日集金してきた金やないか。集金。ああ、ごまかそうったってそうはいきませんよ。あんた方は新婚旅行だって言ってたじゃないの。おや、新婚旅行や集金ついてるな。またそんな出まかせ。あんた。いいえ、本当です。うちの人大阪で山前商店っていう問屋をやってるんです。その集金を兼ねて。おかみさん、そこまで嘘つくでない。新婚の亭主はこんな不機嫌なもんじゃないぜ。不機嫌になるのは当たり前やないか。おい、わしはな、この茂子と所帯持ってからまだ2ヶ月やけど、わしらまだ一度も二人きりになったことない。その最後の旅行がこれや思ったらな。最後。招集令状が来てな、わしらの婚礼はな、一回目の招集が来て福井から出発する前の晩やったけど、わしはな、この茂子は一晩だけで御家になるのかわいそうや思ってな、花嫁から隠れて押し入れて寝てたんや。そんで風邪ひいて、それが元で肺炎になって即日帰郷や。わしは今度こそほな社内夫婦になったろう思った。ところがわしらの店には二人きりになれる部屋がない。そこへ二回目の招集令状や。今度こそわしはこの茂子をなんとか夫婦らしい思いさせたろう思ってな、そんでここへ来たんや。ところがどうやおい。え、部屋はないちゅうし、
番頭は番頭でうろ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 してわしらの邪魔ばっかりする。わしらほんまにどこまでついてない思ったらもう腹立ってな。でこの金はみんなこの集金で集めた。あんたあれやないか。ほらえ領収書に請求書なんやったらな、先方行ってちゃんと確かめてくれや。おう、おかみ、一体これはどういうことだ。いや、私はね、番頭さん、あんたがこの人たちが金庫のお金をって。あんた、私はただこちらさんが金を勘定してたから、ひょっとして、もう取り返してみ。さあ、もうやめてください。これで分かっていただけましたね。よく分かったよ。いや、本当に飛んだ間違いしでかしまして、誠に申し訳ございません。おかみ、謝るだけじゃ済まねえぞ。この二人が二人気になれるのに、どっか部屋を何とかしてやるんだい。さまないと俺が処置ねえぞ。ただいま、バルトさん。それならひふみかんの方がちょっとございますんで。お前さっき何言うたやないか。いや、あの時はてっきりね、おたく早くしろい。はい、どこか手目つけて。はい。おいおっさん、わしはその江戸っ子に腹立ってんね。おっさんも帰ってんか。うん、黙っとれ。江戸っ子は聞いてやってるわい。いやね、お酒も担いだこの俺が悪いな、謝るぜ。だけど、どこが聞いてあげれるってのは、聞き直せねえの。どういうわけで。そう、行ってくれ。よし、ほら言うとるわい。わしはな、今日の今日まで江戸っ子っちゅうのは粋に感じるもんや思ってな、取引してきた。で、今日もな、出勤に来たんや。わしはなんとかその金でな、この飼育の将来見てやらんならんしな、店の門かってそうや。それで出勤に来た。ところはどうや、払ってくれへん。払わねえ。ああ、今はないとかなんとかうまいこと言いよってな。そう、おめえは、招集受けたって言わねえからだよ。招集受けたって聞いたら尿も死においても払うのが怖い。言うたい、知ってても払ってくれへん。一軒もか。五軒回ってな、やっと払ってくれたのはつい最近旦那を招集に取られて残った奥さんが払ってくれた一番の小口だけや。私はその時がっくりきた。江戸っ子っちゅうのは今まで大阪の商人はがめついとかなんとか言うてたその江戸っ子がや。そんなことしてええのんか。それとも粋に感じる江戸っ子かい。待ってくれ。その払ってくれた一軒というのは江戸っ子のお店で、他の店は江戸っ子じゃねえってのは、それはどっから出てきたんだよ。あとの二軒はな、浅草上野で代々やってある店やし、それに神田の問屋では店員でも江戸っ子しか取らへんちゅう店や。その店の名前を教えてくれ。あれやないか。ほら、領収書が。これか、浅草の五島商会、神田の江戸商店。ああ、そっか、日本橋の佐久間、加藤な。はい、知っとるの。俺は勤めの関係でほぼ回ったからな。それ見たらようわかるやろ、江戸っ子の店がそうでないか。ごめんくださいまし。お客様、近所の旅館なんでございますけどね、お部屋の支度がすっかり整いましたんで。よし、どうぞ。分かった、ほら勘定してくれ。いいえ、勘定はね、おかみさんが結構ですと申しております。いや、勘定は払う。その代わりな、この食事運んだってくれや。あ、そうございますか。これからな、あんたにさっき渡した奉仕料っちやつな、あれ返してくれるか。あんた、そんな、おめえ、客を疑ってその上買い目取ってやったのか。おやおや、江戸っ子も質が落ちたもんやのおっさん。この野郎。どうもすっかりご迷惑かけちゃいまして、すいません。お吐きまっこり、それでございます。気持ちだけでもない。お酒ね、持っていかないやれ。キューッと一杯ね。ドリンクさんね、これドリンクさん。どうもお粗末様でございました。どうも、お粗末さん。
そろいります。こちらにお茶の用意がございますので。はい、すみません。どうぞお願いいたします。なんや、やっと宿屋に泊まったような気するな、おい。はい、あんさんのイライラが治ってよかったと思います。ああ、もう言いたいこと言うたらもうスーッとしたな。しかもあの江戸っ子のおっさんに。けどあの旦那さん、ええ人やと思いますけど。何を言うとる。江戸っ子っちゅうのはおっちょこちょいですぐに調子に乗るって聞いたけど、ほんまやで。あのおっさんわしら泥棒やと聞いてすぐに乗り出してきよった。しかしまあスーッとしたな、おい。馬ですか。ああ。ついでにもっとスッとしはったら。なんで。あの時宿屋の部屋のことでは言いましたけど、私のことは言いませんでしたな。そりゃそうやないか。お前はあの嫁はんや。嫁はんの悪いとこお前人に言えるか。せやから私には言うてください。よっしゃ、ほなわしが先に聞こう。お前なんで教官に会いに行ったんや。気になりますか。ほらこうや。え、例えば昔お前に好きな男がいてや、その男にわしが内緒で会いに行ったらお前だって気になるやろ。そうですな。けど私は私でアンサーをびっくりさせよう思ったんです。お前は悪趣味やからな。いいえ、小坂さんと清子さんの話決めよう思いまして。何やと。小坂。はい、アンさんが兵隊に行かれるまでに決めよう。そしたらアンさんも安心しなさるやろう思って。あったんか。で、どうやった。はい、どうにかその気になってくれました。ほうか、ほらよかったな、おい。小坂喜びうるぞ。あんさん、よかったんですな。ああ、そうか。わしゃ、くどいうやけどな、教官とは何もなかった。あの小坂は惚れぬいとんの知っとってわしは身を引いたんや。しかしその、小坂と記憶はんがな。いや、それ一番ええことやな、おい。いや、すまん。わしは礼を言う、お前にな。おきり。お礼やなんて。お礼やのに、怒ったりしてすまなんだな、おい。いえ、私が言うとかんので。いや、お前言うとな、わしが怒ったわけは他にあんねん。なんです。笑いないやん。笑いません。ほんまやな。はい、ほんまです。よし、ほないよ。わしな、いろんな連中から男が嫁はんもろてよかったなと思う時は、仕事からただいまって帰ってきて、その時嫁はんがきちっと化粧して綺麗な着物を着て、お帰りなさいませて、そういう時やて。そんな時に男は疲れも吹っ飛んで、ああ家庭ってええもんやなって思うんやて。ほんではわしも集金から帰ってきて、まあ辛い思いで帰ってきてな、その時ふっとそのこと思い出したんや。まあわしらサラリーマンやなし、ただいまもお帰りもあらへんぐらいいつも店で一緒やな。けどわしは今度初めてそんな気持ち味わえるんやないか思ってな。そしたら疲れも吹っ飛ぶんやないか思ってな。で息を込んで帰ってきて、したらお前はいてへんしな。ちかっとなってな。なんや、しゅうこ。お前、笑いなやとは言うたけど、お前、長けとも言うてへんぞ。わしはお前を責めてるんやない。分かってます。それは今私、いらんこと言うて逆らって。しょうがったかった。な。なしやろ、こうやって部屋も取れたことやし、いや、わしら今東京へ着いたことに一緒やないか。そう。しんこ。お邪魔いたします。あの、ヤングを飲まさせていただきます。ああ、しといて。今の間にお風呂にいらしたらいかがですか。ねえ、風呂あんのんか。いや、
お風呂のない宿やなんてございませんが。それがあったんや、前にな。あんさん、お風呂入ってください。どうしようか。で何してるんです？うるせえ、考え事してるんで。もう遅いんですから、お休みになったら寝ようと起きようと人の勝手だ。そりゃまあ勝手ですけどね。でも風邪でもひいたら。風邪ひいたらおめえが困るとと逃げるかい。自分さえ起きりゃ亭主はどうなってみ。それでも江戸っ子女房かい。何言ってるんですよ。私だって江戸っ子ですよ。人が亭主が体の心配してるっていうのに。いくら戦争でね、こんな男みたいなズボンを履いてたからって江戸っ子には変わりないんですからね。それが変わったんだ。え？変わったって責められたんだよ。夜によって髪型ゼロ君な。ちくしょう。しゅうこ何したの。おかえりなさい。お疲れになったでしょ。ただいま。おかえりなさい。さあ、おカバンを。いや、これ小森傘や。濡れとる。傘立てもあります。はぁ、さすが前のさすが。あんさ、これでいいんですか。ああ、嬉しかった、嬉しかったぞ。あんたな、え、なんや、断ってから入るとかなんとかせえや。はい、ですから お邪魔いたしますって。もう用はないやろ。あ、すいません、 あの番頭さん。いや、これはどうも夜分お邪魔いたしまして。実はその今日靖国神社にご参拝の山形県遺族会の方の列車が途中線路の故障とかで進めなくなりまして、今この上野に戻ってこられまして、急遽手前どもの宿にお泊まりということになりましたんで。あんた、あんたまさか相部屋とかなんとか言わへんやろな。いえ靖国の英霊のご家族にそのような不謹慎なことは言えません。でまあこちらのお部屋が大きいもんですから。で変われとかなんとか言うか。はい、こちらを遺族会の男の方のお部屋にいたしますんで。一つ。それでどこへ変わるんですか。あの奥さんは別のお部屋に、他の女のお客さんと、あの旦那さんはあのあちらの広間の方で、あの他の男の方々と一つ一緒に。なんやと。断る。いえ、それがそうはいきませんで。いや、何しろ遺族の方は陸軍省のご招待を受けなすって靖国神社に来られた方々で、
陸軍省からの旅館割当命令がございまして、まあ、もしこいつを断るようなことになりますってと、まあ、こちらも店を閉めただけじゃことが済まなくなりますんで、一つ何分よろしく。おはようございます。はい、はい、ただいま。遺族の方々をお待たせ、どうするんだ。発見か。はい、ただいま。よし、いけません。私が遺族になったなき幸せです。早く着替えてください。青着替えてなんかいられんか。10名様だけ。もういいよ。旦那を、今はあれから浅草行って、日本橋から人形町と回って定年退職だ。ああ、すると東京中の駐在所ほとんど。おかげで新記録作ったよ。全館内の駐在所を回ったな、俺一人だけだ。そうでしょうね。何しろ旦那は江戸っ子巡査って有名なもんでしたもんね。いや、有名は有名だけど、いや、うちだと泥棒が入った時にさ、助けてもらったじゃないかよ。いやね、あの時は旦那が通りかかってくれなかったら大変なことになるところだったって親父がいつも言ってましたよ。そう言ってもらうのは嬉しいんだが、うん、なあ、今度は少し助けてもらいたいことがあって頼みに来たんだよ。助けるって旦那をですか。何、江戸っ子よ。んどうだい。もうそれは他ならねえ旦那のことですか。あんた、そりゃ何でもさせていただきますよ。私どもでできることでしたら、はい。できるとも、簡単なことさ。買った品物の代金をパッと払えやいいんだ。江戸っ子らしくな。どうだい。朝までワン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 泣いても。お前の部屋どうやった。8畳の部屋に10人寝かされました。10人もか。いくら軍の命令や言うたかて、お前、わいらが金払ってる客やないかな。戦争は商いも客も筋道も何にもないってことが昨夜の夜はっきり分かりました。昨日起こりになった江戸っ子の心も戦争でどうなったんと違いますか。そうかもしれんな。さあ行くか。私も手伝います。いや、わしが売ったもんはわしが金もらいに行く。たとえ戦争でもな、わしは商いの筋道だけは守る。カッパを隠し落とせんと堂々と兵隊行きます。さかい払ってください。そう言ってくるわ。そうですか。さあ行ってくれて。喧嘩せんように。当たり前やないか。これで喧嘩でもしたら、大石の将軍さんにどんだけ怒られるかわからん。飽きんどっちゅうのは手を打た3分お箸がもらえる言うてな。宿で待っててくれるか。あの部屋あったらな。
ぜさん。あれ、ご主人さんいたかったんですか。そうそう、どうぞ。どうもすいません。昨日来たんですけどもね。ああ、そうだってね。後で聞いてね、山善さんならどうして行く先言わねえんだって家内叱ったんだよ。あれ、家内って、うん、あ、帰ってた。おい、いらっしゃい。え、あ、これだ。あら、奥さん。ええー、どうも、昨日は聞いてませんでして、どうもごめんなさい。何しろね、店員は兵隊に取られるし、店へ出てはいるんですけれど、慣れないもんでして、どう、あった、あ、いや、何しろね、ここのところ得意先へ売る品物は少ないわ、売掛金は集まらないわ、いや、まあ、弱っちゃってんだよ。その集金なんですけども、実は私に招集令状が来ましたな。そんで今日は集金に来たんです。招集、ええ、はい、そりゃどうしても払わなきゃいけねえな。おい、そのぐらいの金あるだろ。ありませんけど、払わざるを得ないでしょうね。そしたら払っていただけるんですか。ああ、江戸っ子だからね。そうですよ、とにかく江戸っ子ですからね。スラドモギー、皆さんどうも。大金を、ああ、上野浅草さん、これがまた訳を言うたらすんなりとな。今ですか。で、嬉しいなってな、幸せに来たよ。ちょっと見てみ、これ。おい、あそこに昨日回ったとこな、ひょっとしたらお前が行っても払ってくれねえね、ごめんな。行きます、やらしてください。そうか、よっしゃ、ほな、これ、よしよし、頼むでよ。はい、あのさ、昨日旦那さんに言うた言葉訂正せんといけませんね。ああ、言うたらない、さすが江戸っ子やさ、こうでな。いってらっしゃい。いや、あんさん。いや、いってらっしゃい。ごめんなさいまし。はい、あ、昨日はどうも。いえいえ、こちらこそ。ご隠居さんを連れいたしましたんで。ご隠居さん、邪魔するよ。お前はいい。はい、じゃ。昨日はいろいろご迷惑をおかけしました。いやいや、こちらこそな。来るやろ。もう少し早かったら、うちの人と。いやいや、知ってる。ご亭主が出かけるのを待って入ってきたんだ。なあ、おかみさん、実は江戸っ子として頼みがあるんだが、引き受けちゃもらえないかね。何でしょうか。その、なんだ、昨日ご亭主が出勤した以外のお店の名前をこっそり調べて、この俺に教えてもらいたいんだ。何ですって。じゃあ今日出勤できた店っていうのは旦那さんが。ありがとうございます。うちの人がどんだけ喜びになるか。昨日言うた言葉訂正すると言うてました。それでいいんだ。いや、それを聞きゃいいんだが、いや、困ったことに新しい集金先で断りやがったら同じことだろうな。今度は俺も江戸っ子として上方ゼロクのお先棒を担ごうと思ってんだ。どうだ、こっそり教えてもらえないかね。はい、おに来ます。なに、江戸っ子のためだ、それだけだよ。明るくなったな。いや、もう何でもねえ。いや、待って、そう、分かってますよ、もうさ、こっそら江戸っ子だよ、払います、払わせてもらいますって。おんできます。神田の生まれだってんだから。